皆さん、こんばんは。ティライです。今日は、東方神起の知らせを持ってきました。今年10月6日、FNS 歌謡祭で、東方神起が出演するって、そう聞いたんですけど、前の映像が流れたって、そう聞きました。そして反応は、悪くなかったらしいですね。韓国には、知られてなかったから、本当に教えてくれて、ありがとうございます。そして今回、東方神起の新しいイベントがありますね。韓国語記事にもなったんですけど、タイトルが、東方神起ユノユノ貿易規則違反の話題、日本ファンクラブイベントをする、ファンとの出会いどうだろうって書いてますね。タイトルからもわかると思うんですけど、この記事はユノに対して良くない記事でした。最初の内容は、このファンクラブの知らせなんですけど、この知らせはほんとちょっとだけ書いて、前の話題を改めて多く伝えましたね。韓国記事はなんでこんなに攻撃するのか、ほんと理解できませんね。僕がちょっとだけ説明すると、開催は2021年11月14日、日曜日16時から始まるらしいです。チケットは10月15日、午後5時から販売してるから、今からも買えますね。チケットの値段は、FC チケットが3500円で、システム利用料が350円がある程度書いてました。そして一般のチケットは4000円で、システム利用料が220円。らしいですね。なんか生中継で配信するって書いてるんですけど、今のユノの姿が見れるのかな？参考にしてくれると嬉しいです。素直に言うと、ユノさんが謝った時から、韓国反応がすごく悪くて、皆さんには伝えなかったんですけど、今回この知らせを見た韓国反応は、復帰しようとしてるとか、日本から先に活動するんだねって、こういう反応もあるし、本当ムカつく、町民がかわいそう、謝ったから復帰すると思ったけど、やっぱりな、とか、やっぱ悲惨な反応が多いんですね。でも楽しみだっていう、そういう反応もありました。考えもしなかったけど、オンラインペンミーティングだとは、期待する。楽しかったらいいね。で、こういう、楽しみにしてる方もいました。そして、チャンミンさんがかわいそうっていう反応が多かったから、その件について、フォローする方もいましたね。ちょっと短く説明すると、もう二人だけで10年以上過ぎたし、チャンミンがユノのインスタに、いいねを押したのを見ても、これから一緒に、東方神起として、活動するっていうことだと思う。チャンミンがかわいそうっていうのは、チャンミンにも失礼だよって、こういう感じかな。韓国語では、まだ批判な反応が多いし、すごく叩かれると思うんですけど、日本からは活動できたらいいなって、個人的にはそう思います。また、東方神起が、活動できるようになる、そのきっかけが、このファンイベントだと思うから、ちょっと興味がない方も、ツイートとか、こうインスタに、広告してくれると、本当嬉しいです。チケット買うところは、下にリンクを貼っておくので、よろしくお願いしますね。今日は、ここまでです。僕の動画見てくれてありがとうございますね。楽々。